はい、どうも、水溜りボンドです。お願いします。トミーです。7時ぐらいだよね。はい、今からちょっとパン屋さんに行こうかな。なんかすごいなんか有名なパン屋さんがあったので、パン屋さんのパンで一番美味しいじゃん、世界で。楽しいですよね、あれが一番美味しいから。あのパン屋さん行って、あの好きなだけ買うっていうやつ。いや、めちゃめちゃ夢があります。じゃあ行きますか。まあ行けるでしょう。本当にすごくない？こんなにパンがあるの？いや、でかいっすね、やっぱり。なオーラ違うよな、全然な。右折っす。これ右折で、はい、スケール来たのか。やばくない？富士山に向かってる。うわ、すげえ。いや、富士山に対するトラウマはあるな、ちゃんと。川見ちゃうんだけど、はい、でもなんかそこがコンクリートだとちょっとなんか違うな。いいな、釣りしたいな。着きました、ここですね。ベックファン、ベックファンさんってとこに、なんか100年以上続いてるんだって。だよね。はい。で、なんかカレーパンとかがおすすめらしい。ただじゃあ交渉しに行ってみます。はい、はい。いいっすか。はい。じゃあ、絶対これじゃん。カレーパン有名です。あ、絶対食べよう。カレーパン絶対2つじゃん。パニーニ。パニーニ。はい。片面体フランス。いや、なんかいいっすね、朝から。楽しいですね、マジで。これアンパン食べたい。アンパン食べようね。フレンチトースト食べよう。やった。メロンパンとかどうですか。あ、いいよ。で、一番美味しいかな。どう？ここに美味しい。なんなんだよ。あ、いいっすか、大丈夫ですか。あ、すごい。あ、夢だ。問題は、必死。はい。これどこで食うか。いや、それは考えてないですね。やられた感じ。場所がね。おー、いい。あったかいうちに食べたいですね。本当だよ、早く食べたいよ。この公園に来ました。近くに公園があってよかったね。そうですね。すごいぞ、せせらぎが聞こえるぞ。いや、穏やかな気分になります。カレーパンが食べていい。テレビでも紹介されたカレーパン、いただきます。おいしい。外側がサクサクなのに、内側のパンがすごいもっちりしてるから、なんかナンみたいな食感だから、カレーにすごい合う。中に入ってるカレーが普通のカレーとして出せるぐらい美味しい。次、こちら、なんとかなんとかパニーニじゃないですか。あ、すげえ、すげえ必死。パニーニ知ってる。さっき言ってたじゃないですか。パニーニね。トマト。トマトとベーコンをチーズと一緒にこうパンに挟んで焼いてるらしいです。いや、美味しい。いや、それは美味しいわ。バジルが効いてるんだね。トマトってさ、塩分とすごい合うじゃん。程よいしょっぱさにトマトの酸味が合ってるね。美味しい。おい、5個余裕だぞ、多分。はい、続いてこの黄色いパン。フレンチトーストです。これいきます。まあ、そりゃ美味しいわな。フレンチトーストなんだって、家で作っても美味しいんだから。こんだけ美味しいパン作れるとこだったら絶対美味しいよ。一番美味しいな。最高だな、カブトのここ。クレセントです。うわ、すごっ、うわ、すごっ。本当に、本当に本当です、本当です。なんで知ってんだよ。なんなんですかね、でもそれって。なるほど、予想で食レポしていい。はい。塩パンだね、岩塩で味付けされてる。いや、ドイツ系のパンな感じがする、予想。いや、でも、なんて言うかな、必死。なんて言うんだろう、これ食べて。あー、なんかもちもちですね。いや、めちゃめちゃ美味しいじゃないんかい。これはちゃんと食レポできんだ。もちもち、もちもちだよね。もちもちです。美味しい。
アンパンどう？美味しい。めちゃめちゃ美味しいです。早っ日本で今アンパン食ってんの張り込み中の刑事と必死だけだけどな。次こちら、明太フランスです。明太フランス、はい、明太子がのソースみたいなこうかけられてるね。いやそんな美味しいわな。あこれ好きだわ。明太子だからピリ辛が朝ごはんにはもってこいな感じする。パワーがみなぎる感じする。あんま入ってないように見えて、はい、味は十分ついてるぐらい入ってる。あ、そうなんですね。うん、おいしい。パンの間に野菜が入ってます。それはサンドイッチですよ。ね、多分これ見た感じ フレンチトーストで挟んだんね、多分ね。あこれ合うね。はい、食べたでしょ。食べました。これ合うね。もういい朝ごはんって感じします。あ、これだ朝ごはん。こっちだったあ、これは人気だろうな。おいしい。よし、結局楽しみだったこれね、クリームパン。うわもう飲み物だわ飲み物。あ、いっぱい入ってますね。いや、これ美味しいだろ、絶対。はい、もう絶対美味しい。いや、美味しい美味しい。うん、もう美味しい。ビッグファンさんね、本当に美味しかったです。下に僕のツイッターを貼っとくので、来てほしい店とか食レポしてほしい店があったらぜひ僕のツイッターにリプで写真と場所をつけて送ってください。ということで、じゃあまた会いましょう。